これも自信作でございます。去年いっぱい可愛がってあげてください。この時期をありがとうございます。はい、OK ですか。はい、はい、私もちょっと今行けるか。はい、じゃあゆっくりゆっくりいただきます。はい、コウさん一番でありがとうございます。はい、特別サインなので、はい、初めてのサイン会ということでちょっと特別なのにみんなしてあるのでぜひチェックしてみてください。うん、はい、お願いします。してくれたら嬉しいなと思います。ありがとうございます。はい。
もいいよね。そうなの、なんか縦と横みんな結構入ってるみたいなので、うん、楽しみにしててくれます。はい、あと次はシアラさん、いつもありがとうございます。ディスコでお世話になっております。生誕祭もありがとうございました。これからもよろしくお願いします。ありがとう。イエーイ。はい、終わり。はい、いきます。ゆうきさん、ありがとうございます。なんか、おごりが押したのでどうですか。いいね。これ欲しい。これいいね。これはいいとのところで大切にしてください。はい、次たけし。たけし、たけしたけしさん、たけしさん、たけしですね。ちゃんとたけしって書いたのでありがとうございます。可愛いことしたのでください。お、いいね。可愛い。可愛、うん、い。次、リーちゃん。ありがとうございます。ありがとう。で、今回の時期は絶対漏れたからチェックしてほしい。で、これなんで？かっこいいじゃん。かっこいいじゃん。お、え、いいでしょ。いい。かっこいいじゃんと思うから今度こそ。可愛いね。だと思う。すぐなのチェック。白すぎて、すずなが、すずなが白飛びしてるっていう。そう、全部白飛びしてるって言われそう。結構じゃん。すずなが白すぎて。はい、あ、これ続いて、ゆうきさん、ありがとう。これは横チェキです。ぶりっこしてます。あら、かわいいです。珍しく、かわいい。撮ったよー。撮ってくれました。撮ったよー。かわいいね。これはね、いい。かわいい。うん、かわいい。ありがとうございます。ありがとう。続いて。まるみさん。ありがとうございます。これはね、動物のポーズをしてます。ある動物のポーズしてます。うん、可愛いですね。いい感じです。ありがとうございます。これからもよろしくお願いします。ありがとう。続いてりんぺいさん、ありがとうございます。いつもあのコメントがしてくださってNFT のありがとうございます。ありがとうございます。感謝いっぱい伝えたらいいから。ありがとうございます。これもね、小引き可愛いですよ、きっと。わからないけど。ノーダン。ありがとう。面白い。ぜひ届くの楽しみにしててください。ありがとうございます。はい。キャット31かな。
はい、やすともさんもそうですね、10枚買って10枚頼んでくださったので、直筆メッセージカードを楽しみにしててください。ね、すごい長い結構昔から試合の方なので、はい、徳島の方ですね。ありがとう徳島。いいね、遠距離。徳島に一回行きたいなって安友さんの名前見たら思いますね。はい、難しいかよ。はい、田辺さんありがとうございます。昨日すずのに TikTok を撮ってもらったんですけど、TikTok で餃子を食べるみたいな感じがあって、そしたら今日本当にディスコードで餃子を食べたのを教えてくださって、ありがとうございます。これからも応援よろしくお願いします。以上です。はい、ゆきゅうさんありがとうございます。10枚すごい、ありがとうございます。いつもライブとか来てくださったり、特典会も回ってきてくださったり、ゆきゅうさん来るので、もう嬉しい、嬉しい。あ、まだいっぱい来てくれたいつもたくさん話してくれて嬉しいです。ぜひ可愛くいっぱい撮れたので楽しみにしてください。ヌヌさん、ありがとうございます。これはダダダダーリンっていう歌の途中で出てくる振り付けをしているので、おー、かわいい、はい、いつも流れてます。今流れてますので、彼の曲中のやつ入れてます。ありがとうございます。はい、アキットさん、ありがとうございます。これは曲のファンタジアっていう曲中の振りをやっているので、これもぜひ歌もチェックしてみてください。ありがとうございます。パチパチパチ。はい。ちょっと、気のせいなので。気のせいかもしれないから。そうで、はい。青さんも10枚ありがとうございます。青さんもずっと応援して
ゃあ、ヒーローってことで、私のヒーローってことで。おぉ、うまくいったね。いきましたね。うまいな、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。そして、ふずきちゃん。ありがとうございます。関西にもね、ライブできるように頑張ります。ずっとずっと応援してくれてありがとう。ありがとう。はい。はい。くわちゃんさん、ありがとうございます。今日は私髪型はちょっとクラゲヘアというものをやってみたんですけど、まあ、それとはちょっと打って変わったポーズになってるので、ぜひ楽しんで見てください。打って変わったポーズ。雰囲気と違う感じのポーズになってるので、はい、楽しみにしててください。いつもありがとうございます。はい、次よっきゅうさん、おー、やってまいりました。やってまいりましたね。よっきゅうさんも10枚かな。ありがとうございます。いつも、みんなのことも応援してくださって、ふうさんも本当に愛してくれてるんだなっていうことが伝わるので、私たちもそれを感じるように頑張ります。いつもありがとうございます。はい、キリンさん、キリンさんありがとうございます。キリンさんも結構昔から応援してくださってる方で、と羽ばたいた姿を見せれるように頑張るぞ。 ありがとうございます。大事にしてね。以上です。はい、くわちゃんありがとうございます。はい、これちょっと目がなくなるぐらい笑顔満載のお写真なので、はい、ぜひ見てもらえたら嬉しいです。ありがとうございます。はい、えっちゃんさん、いつもありがとうございます。これもちょっと笑顔満載なんですけど、ハートポーズ作ってるのでぜひ見てください。嬉しいです。これは横のデッキなので、横ってなかなかライブ終わりの拠点からとか撮ることもないので、珍しいかなって思うので、大事にしてください。ありがとうございます。はい。はい。てつさん、2枚ありがとうございます。これは、1枚は座ってる方のポーズなんですけど、拠点会は座るのが禁止されてるので、これもレアかなって思うので、めちゃめちゃレアだね。嬉しいです。いつも応援ありがとうございます。はい、はい、お願いします。はい、まずコウキさん、ありがとう。これはね、あっそうね、なんか言い方面白いわ。ありがとうございます。ありがとうございます。ぜひなんかね、どっかに挟んでくれたら嬉しいです。ありがとう。続いて、田辺さん。じゃん。いつもお世話になっております。ありがとうございます。いつもお世話になっております。笑顔、笑顔いっぱいの顔してます。ぜひ、楽しみにしててください。ありがとう。TikTok のコメントありがとう。続いて、くわちゃん、ありがとうございます。横的です。ありがとう。そうね、そう、横だからレアです。結構、ポニーテールもレアなので、ぜひ楽しみにしててください。これからもよろしくお願いします。ありがとうございます。今日は本名を送ります。
次いきます。ヒロさん、ヒロさん、ありがとうございます。ヒロ、ね、さん、ありがとうございます。いつもコメントとかくれてありがとうございます。幸せにできるように頑張ります。あとこれは私結構本当にあのね、あ、これでも座りかな、普段ちょっとあのやってないポーズなので、よかったらぜひ大事にしてね。バイバーイ。バイバイ。バイバイ。ありがとう、ありがとう。お得意のやつ。
か終わったみんな後で聞くかな、あるかな。じゃあ副業を開始。あ、確かに進みましょう。わかりました。じゃあ行きます。はい、赤井さんありがとうございます。これもいつもしない感じのポーズをしちゃってるので結構可愛い感じなんですか。結構あの祈ってる感じのポーズになってるので、まあ、はい、何かあったらこれを見て元気出してください。はい、いつもありがとうございます。ちょっと話してみましょう。はい、はい、サーリンちゃんありがとうございます。さっきもくれてリンちゃんで、このサーリンちゃんで、はい、こっちも激漏れじゃないですか。激漏れ、あ、私これめっちゃ好きかも。おー、かわいい。1枚はちょっと雰囲気醸し出しまして、もう1枚はもう1枚はあの笑顔満点っていう感じの席なので、これなら自慢できると思います。どれでも自慢できるよ。はい、いつも応援ありがとう。はい、あ、ごめん、はい、ラスト来ました。ラスト来ました。いつもお世話になってます。アナメさん、アナメさん20枚いただきます。すごい、嬉しいね、本当に嬉しいですね。いつもいつもディスコードもツイッターも TikTok もインスタもこうやってくれるので、いつも上げるとき相場なんですけど、田辺さんくれるだろうなって思いながら上げるので、いつもコメントが来たらとても嬉しくて頑張ろうと思います。いつも応援ありがとうございます。はい、OK、以上です。はい、じゃあ次のラスト、みよありがとう。ちょっとひらがなが汚くなっちゃった。ちょっとね、ひらがなが汚い、どうしよう。ちょっとかわいい、かわいいなんて、あれ、なんか、おちちもいって言われて、ひらがなが汚い、ちょっとひらがなが汚い、かわいい、レアだね、ごめんね。でも顔はバッチリだと思うから、ありがとう。でね、漢字の方もあるの。漢字の方も漢字で書いたよ。にょん。ありがとう、はい、本当にいつも応援の気持ちが届いてます。ありがとう、これからも頑張りますので見守っててください。ありがとう、イエーイ。リリさんシャイン、リリさんシャイン、そうなんですね。あ、そうなんだ。初めて知った。
たこういうのできないので、やらない感じ。はい。楽しみにしててください。いいっていう感じです。髪の毛すごいね。そう。髪の毛は、髪の毛はちょっとあの先輩やってるのを見て、あー、はい、そう。ゴビにちゃんもつけて話すにハマってて、そうなんですね。
みたいな感じで、あのもうちょっとやだやだって感じですけど、あの今日の特定会ちょっと行っちゃいそうって言ったら裏のせいだからねって言ってた。いやーよかった、ありがとうございます。10時10分から早いじゃない、結構エネルギーだね。
役割ったらそんな感じです、うん、たくさんですね。ありがたいな。ドキドキ。土日両方会えるっていうのは結構大きいのでは、大きいのでは。どうなんでしょうか。なんかある？あとはどういう先にって。どういう先に。どうよ。夏を乗り越える方法を聞きたいなって思ってるか。夏暑いじゃん最近。え、あるんでない派。外で過ごしそう。冬派？冬派。お、夏派です。私派。お、分かる。結果だ結果だ。分かる。あとで綺麗なんて言ってもらおう。眠りとか。夏。夏でしょ。アイスを食べるか。アイスいいね。アイスいいね。アイス食べる。
初かな。ありがとうございました。なかなか夫婦のライブを見に来れない方だったりとか、あとはどうしてもそのお仕事かぶっちゃったりとかして来れない人とかも結構ツイートとかアリブとかで見てきたので、そういう方にこうやってこういう場で感謝を伝えられてすごく良かったです。これからもっと羽ばたいていけるように精一杯頑張るので、これからも応援よろしくお願いします。いつも言ってるんですけど、これからも幸せにします。ありがとう。はい、はい、初めてのネットサイン会に応募してくださった方、ご覧いただいている方、ありがとうございます。いつものライブも特典会はあるんですけど、その毎回衣装だったり、やっぱり忙しいからね、そんなに凝ったポーズとかができなくて、あんまりいい時期が取れなかったとかもあったかもしれないんですけど、今回はもう席替えっていうことで、私たちも気合い入れてね、メイクから私服からちゃんとみんな準備してきたので、いいチェキができてるかなって思います。はい、いつも応援してくれてる方もありがとうございます。これからも僕がみんなで頑張っていくので応援よろしくお願いします。今日はありがとうございました。はい、初めてのネットサイン会ありがとうございました。応募してくださった方も、今配信してくださっている方もありがとうございます。なんかいつも会えないとか言ってる人とかともこうやって交流できてすごい嬉しいし、ね、どんどんきっとレアになっていくはずなので、ぜひ届くのを楽しみにしててほしいし、届いた時期大切に何か日常の中で、うん、見てもらえたら嬉しいなって思います。耐えきれないぐらい私とかは皆さんのこと大好きなので、これからも一緒に上を目指してもらえると嬉しいです。これからもよろしくお願いします。ありがとうございました。はい、締めがいいですね。さすがでした。カタカナリリサと一緒です。
一生感じ。はい、お願いします。